こんにちは。今回は怪しいパートナーの主要キャストのおしゃれ秘話についてお伝えします。 1. ナムジヒョンのファッショントレンディーで清純なスタイル。ドラマのヒロイン、ボンヒを演じたナムジヒョンはトレンディーで清純なスタイルで注目を浴びました。ブラウスやジャケット、ショートパンツやデニムの巧みなコーディネートでカジュアルながらもきちんと感を演出。彼女のファッションアイテムとしてニューヨークブランドジョイグ・ライソンのカラフルで可愛らしいバッグが光りました。また緊張するキスシーンでは共演者の励ましで和んだエピソードも。2. チチャンウクのおしゃれシンプルで温かな彼氏ルック。ドラマの主人公ジュークを演じたチチャンウクはシンプルで温かな彼氏ルックを披露。ホワイト T シャツやデニムパンツ、黒のジャケットなどを着こなし、無造作ながらもナチュラルな魅力を放ちました。ダークカラーのバッグはスタイリッシュでカリスマあふれる印象を与え、現場では共演者と楽しいいたずらも。3. こんならの知的な、ビドレッシーで知的なスタイル。ドラマのもう一人のヒロイン、ユジョンを演じたこんならは知的で美しいスタイルで視線を集めました。ネイビーカラーのロングワンピースやブラックのスーツなど完璧な比率とクールな美しさを見せつけました。エレガントなデザインのバッグは彼女のキャラクターにぴったり。 4. チェテジュンのカリスマあふれるファッション、甘い笑顔と淡い眼差し。ドラマのもう一人の主人公、ウニョクを演じたチェテジュンは甘い笑顔と淡い眼差しで女性視聴者を魅了。ブラックスーツやラグジュアリーな T シャツでスタイリッシュでカリスマあふれるファッションを披露。カジュアルでモダンなデザインのバッグが彼のキャラクターにマッチ。まとめ、怪しいパートナーの主要キャストたちはドラマ内外で魅力的なファッションを見せてくれました。トレンディーなアイテムやシンプルなコーディネート、知的で美しいスタイルなど、それぞれの役に合わせたおしゃれが楽しめる作品です。ファッション愛好者やファンにとってキャストたちのスタイリングは必見ですね。チャンネル登録よろしくお願いします。